GS1000 は、鈴木が製造、販売したオートバイである。2ストロークエンジンを、主に生産していた、鈴木の初の本格的4ストローク DOHC 直列4機等、大廃棄両社で1977年に発売した、GS750 をベースに 1000cc 化、その他の設計を適正化し、輸出しようとして1978年に発売された。 基本設計は先行していた、川崎 Z1、Z900 を参考にし、より信頼性を高めることに主眼が置かれた。国内有数の高速テストコースである鈴木の流用テストコースでの全開走行パターンを、シミュレートしたベンチにて、全開2万キロテストを観光し、クリアすることを目標として開発された。最初のうちは次々とエンジンが壊れていったが、 最終的にこれを達成した。他のメーカーのエンジンも同様のテストにかけたが合格したものは一台もなかったという。吉村 R&D のポップ、吉村をして過剰品質であると言わしめたエンジンはチューニングにも向いていた。ポップ吉村が率いるレーシングコンストラクター、吉村がエンジンチューンを担当し、鈴木が車体を担当してレースで好成績を残した。 代表的なものでは、アマスーパーバイクで1979年、1980年の年度優勝。デートナのスーパーバイククラスで1978年、1979年、1980年、1981年の優勝。1978年の第1回鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、 当時、ヨーロッパで敵なしの無敵艦隊と呼ばれボルドール24時間耐久レースで、連覇していた純レーサーのホンダ RCB を市販車、改造クラスが破り優勝した。鈴鹿8対1980年、1983年の優勝、フィム世界耐久選手権1983年は、年度優勝した GS1000R のベースとしても有名である。 データ上乾燥重量で 200kg は超えているが、操縦性は 400cc-750cc モデルに匹敵すると言われ、今なお熱心なオーナーが大事に乗っている理由の一つとされている。エンジンカバーなどの部品は一見 GSX1100S 刀と共通に見えるが、ネジ穴の位置などが微妙に異なっている。エンジン内部の重要部品も最近は、 欠品が目立っており、オーバーホールを行う場合は、注意が必要である。GS750GS1000GSX1000S1100SGSX750E u れ、GSXR750 万1100、11 GSX1300R、e, GS GS 早ブサに至る鈴木のヒストリーは、最新型の GSXR シリーズに受け継がれている。g s 1 0の特別仕様として、 ハンドルマウントカウルを備え、専用色で1979年から発売された。カラーバリエーションは、鈴木ワークスカラーの白、水色ツートンが有名。ベッドに白、赤ツートンが存在する。また、カラーグラフィックは粘土により複数存在する。GS1000S は大別して2種類あり、GS1000SN と呼ばれる前期型と GS1000ST と呼ばれる後期型からなる。 大きな違いは、GS1000SN は VM キャブレター、ブレーキディスクはベンチレーテッドホールなしで、GS1000ST は CV キャブレター、ブレーキディスクはベンチレーテッドホールありである。塗装については、前期が、いわゆるクーリーレプリカと呼ばれるカラーで、後期がクーリーレプリカの逆塗り分けと思われているようであるが、クーリーレプリカカカラーに CV キャブレター、 ベンチレーテッドホールありのブレーキディスクもあり、一概にカラーリングで見分けがつかない。1981年のアーマースーパーバイクは鈴木ワークスカラーで参戦し、デートナで吉村のエースライダー、ウェスクーリーが優勝したことから、後年クーリーレプリカと呼ばれるようになった。ありがとうございます。